出玉総取りデラックス、イエーイ、イエーイ、はい、ですね、以前、まあ、EX だったのがなんと今回デラックスとなって、まあ、パワーアップしてね登場したということで、デラックス、デラックス、いや頭悪すぎ、デラックスでかい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 、まあでも今回ね結構フレッシュなね面々が集まっていますので、若手しかいない、若手しかいや、そうだね、フレッシュだよ、そうなんですよ、何じゃ若手だっけ、超若手じゃあそんな若手たちのね、あの自己紹介から始めたいと思います。じゃあ最初力いこうかな、私から、はいはいはい、お昼おかずです、そう取れるようにデラックスな出玉で頑張ります。当たり障りねえ、ね、フレッシュだね、こっち私、あ、いいよ、うん、そういこうか、じゃあ、はい、漫画パチンカーが生んだ青春派アイドル、21歳工藤ラギです、頑張ります。いや、すごい、すべてが嘘だった。嘘やろ、フレッシュだから、まあまあフレッシュな感じはありましたね。はい、じゃあ次は、はい、オリ術最年少のピチピチライター、原口鈴です、よろしくお願いします。すごい、確かにね、ここはね、うん、間違いではない、間違えてる、間違いじゃないな。はい、じゃあ次、やりづれパニックセブンから来ました、最近負けまくってお金がないです、中断チェリコです、やばい、お願いします。かわいい、お金がない、お金がない、かぶってるじゃん、おかずちゃん、ね、あ、私もないんで。いや、すごいですね、みんなあるんですね、大水プリンです、よろしくお願いします。いや、いいのよ、みんなが何かあったら私は抑えめでいいのよ、それで、まあまあまあいいんです。今回このフレッシュな5人がね集まったわけですけれども、はい、この出玉総取り、まあ、皆さん知ってるとは思いますけれども、今回この5人で総当たり戦です。総当たり戦の、まあ、実戦時間が5時間ですかね。で、その中で一番定まがプラスだった人、この人がなんとみんなの出した出玉すべて総取れるという企画でございます。素晴らしい、素晴らしい、ありがたいね、賞金としていただけるので、その出玉相当のものがね、そうだよ、はい、みんな玉残せよそう、優勝する気満々やから、玉残せよみんな。いや、もう一番不安なのはラギオなんだけど、言うて私は、私強いよ最近、あ、本当、うん、持ってる、最近持ってるよ、あ、素晴らしい、最近持ってる、本当にそれ反映してね、じゃあ今日OK、 負けるにしても玉残しますから、いや、もう心強いじゃん、はい、心強い人ですよ、ね、じゃあまあみんなの意気込みなんかはね、うん、軽く聞いていきたいかなと思います。じゃあさっきの順番でいいかな、はい、マジでお金がない貧乏人のおかず、あの本当にマジでお金欲しいので、私も出しますが、皆さん出してください、よろしくお願いします。一番価値観あるよね、本当にお金ないオーラ出してるんだよ、じわじわ来てるんだよ後ろに、なんか、いや、でもさ、髪の毛染めたじゃん、金髪になってるじゃん、そうね、なんかお金以前よりは持ってそうな感じが出てる、確かに、ゴージャスに見える、うん、なんかね、うん、いい感じ、本当に、いい青いアイシャドウが輝いてるそれ前からだったそうね、おかずちゃんに合わなすぎてさ、あ、そういうことね、1年に1回会うかないかのレベルぐらいだから、そう、ね、今日も本当に久しぶりだから、そう、ね、お久しぶり、久しぶり後でやって、それ後でやってください、本当にすごい。じゃあ次はラギオかな、はい、今んとこ年間収支マイナス65万ぐらいです、全部取り返すために今日、何万発、65万って15以上だね、 15万発以上今日は持って帰ります、頑張ります。もっと現実味があること言ってくださいいいんだよ、言うだけ、まあね、夢はでっかくだよあ、いいね、なんかデラックス感あるね、デラックスです、はいはい、じゃあ次はつづくちゃんかな、はい、私は今まで、まあ、何回か総取り参加したことあるんですけど、うん、1回も優勝したことがないので、はい、でも今回はやっぱり、うん、いや、どんな総取りでも優勝できないなら、うん、デラックスにして優勝させてあげようかなみたいな、うん、こう心遣いを感じたので、うん、はい、それにお応えできるように、はい、デラックスな出玉を出して優勝したいと、うんうん思います。もう途中から何言ってるか分かんねえなと思ってたんだと思う、自分でも真面目なのか、途中からブレブレに、そう、ブレブレだった、本当にまだまだすごい頑張ってたとは思いますんで、ありがとうございます、本当にありがとうございます、すいません、ここは伝えていただいて、あいつはどっから目線、はい、じゃあ次はチェリコさん、はい、はい、ラギオに続き年間収支現在マイナス76万でございます、上には上に、いや、やばいな、あの100の大台に乗らないようにここで踏ん張らないといけない、うん、そして生活もかかっております、うん、ちょっと本気で頑張りたいと思いますが、私賞金とかなんかそういうのかかると結構強いので、ちょっといけるっていう気持ちで頑張っていきたいと思います、
これ強敵ですよ。多分強いと思う。セイカちゃんに優勝してほしい。あ、いやいやいや、もうやめろやめろ。自分で。さっきの。あれ、私はかかってるんだよ。おかずちゃんは。本当だよ、おかずちゃんも優勝してほしいよ、私は。したいよ。ね。まあそんなメンバーなんですけど、私のね、あの意気込みとかはもうあんまないです。正直年間収支マイナス70万なんで、私も勝ちたいですぐらいしかないので、多分ここを合わせたらかなりみんな負けてるんじゃないかなって思いますんで。大水のあの足元めっちゃ気になってんで、何それ、黒いの何なの。これ可愛いでしょ。え、なんかこれはね、違うの、これ聞いて、ライズアップなの、これ。え、そう、これはね、これはね、その黒いの見せる必要あんの、そこ。いや、ちょっと暑いから、今予想以上に暑かったのよ。いいじゃんっていうか、そこは自分もなんかジャージみたいな着てる、普通に。いやいやいや、これリパートしたあれよ、立派とやれよ。はい、すいません。じゃあもうね、ファッションチェックはここまでにして、早速実践の方、皆さんいいですか、はい、準備は。はい、はい、じゃあ早速実践の方行きたいと思います。頑張るぞ。はい、はい、お昼おかずの1代目、こちらのね、新北斗無双第3章ジャギの逆襲に座りました。ね、まあ、私に関してお金がないのでですね、当たりやすいライトミドルでサクッと当てて、ね、継続率も、ね、81% あって、オール1500発と、ね、だいぶ魅力的な台ですので、こちらの台で、ね、あのデラックスな出玉が、ね、獲得できるように頑張ります。はい、というわけで中段チェリコ、ちょっと本気で頑張りたいと思いますので、好きな台を選びました。とある科学のレールガン、ちょっと本当に最近勝てなくていろいろ打ってみてるんですよ。あの普段打たないような台も打ってるんですけど、うん、やっぱり好きな台が一番調子がいいということで、ちょっと気合を入れてこちらで頑張りたいと思います。本当に勝ちたい。頑張ります。はい、ほんとよ、なめんなよ。はい、原口鈴木は朝一、とある科学のレールガンから打っていきたいと思います。得意機種なのでサクッと出して、まあ、他にも打ってみたい台はちょこちょこあるので、後半は優雅に遊べるような実践にしていきたいと思います。では頑張ります。最近割と勝っている台で今日は勝負したいと思います。エヴァ、アスへの方向、まあ、どっちかって言ったらユニコーンの方がここのホールでは出してるんですけど、でもちょっと前に、ちょっと前っていうか1ヶ月ぐらい前にムムさんがここでバリ出してたんですよ。あれを見てやっぱエヴァだなって思ったんで、エヴァでいきたいと思います。頑張ります。私いつもはですね、あのシンプルモードでフルカスタムなんですけど、最近とある方の助言を聞きまして、エヴァはノーカスタムでやれということで、あのですね、キュイン様からエヴァはカスタムなし、 ST 中はアスカを選ぶと良いっていう情報を聞いたので、これそれで試したいと思います。さあ早速打っていきたいと思います。今これ何をしているかというとですね、これ今から入れる1万円札に私の念を送りつけてます。勝て勝てってやつですね、当たれ当たれ。これをやることによってこの1万円が意思を持ちめちゃめちゃ頑張ってくれるっていうオカルトです。いきましょう。今もう完璧ですよ、めちゃめちゃ勝て勝て言うたんで。いや、もう今回だけでいいんで、めちゃめちゃ勝ちたいんですよ。なぜなら今日は総取りだからです。みんなの出玉がもらえる日だからです。もうあの自分一人の力じゃダメだって思ったら、もう人の力を借りるしかないわけですよ、我々なんて。で70万ね、こうやられてるような人間ですよ。まあ、ラギオもね60何歩だったっけな、65万ぐらいだったっけ。でチェリコさんもね70万円って言ってたんですけど、まあ、私も同じぐらいやられてるんで。てか今日集まったメンバー負けすぎでは。で私が座ったこの沖海ファイブの超旋風、桜市超旋風なんですけど、これなんで座ったかって、やっぱ 100% で ST 入るところなんですよね。右打ちさせてくれるっていうのが、
まあ、これが一番の選んだ理由かなっていうところではあります。爆発力とかもね本当に申し分ないんで 90% あるんでね、継続率がで、まあ、ちょっと原産チックな感じで早いんで増えるのも、まあ、なのでこの台を選びましたと。まあみんなが当てるまでに何回か当たればだいぶ戦えてるんじゃないかなって思います。その時点でねみんなが当たってたとしても、でなんか競ってきたりしたらまた大移動しつつという感じで、まあ、様子見とかは随時していこうかなと思ってます。まあ、私は今日本気の本気の本気なんで。前打った時もねかなり初当たり自体はめちゃめちゃ早かったので、なんか相性はねやっぱり海なんで、海シリーズは比較的相性がね全部いいんで、今回はねこの沖海5桜超旋風、まあ、かなり相性がいいから早く当たるんじゃないかなと思ってます。うお、マジですか。ちょっと待って、いやクラゲに変わんないかとかって思いながら見てたけど、ここでまさかのウリンちゃん登場で大チャンスですね。ここでとりあえずクラゲになって、こっからですよ、こっから何が出る、何が出る、魚群でしょ。なぜだなぜだ、ちょっと、いやでもワンチャン全然あると思う。ほい、ありがとうございます。嬉しい、やっぱりお金取って偉大ですね。はい、挑戦プラッシュ、これはねもう 100% 入るので、53回転目かな、これは53回転で、相当しが3000円でございます。いやありがとうございます、早かったです。やっぱり相性いいね。いや怖いな、これ何分の1だったっけ、3.9分の1、まあ、約4分の1、時短は6回。うーん、頑張るか。よし、行きます。もうここからは下手に止めない方がいいですから、もう打ちっぱなし、垂れ流す、垂れ流すよ。お、リーチ、いいよ、もうリーチになるだけでもね、なんか、はい、お、お、アクションついてるよ、しかも同時に、おい、泡だけどみたいなとこない？ないね。あったね。いやありがとうございます。やっぱまあ何かしらのね特殊な止まり方だったりとかスタートとかだったらもうそれだけでもちょっと強いんでしょうね。まあシンプルを極めてますからこの台は。はいはい、とりあえずは3ラウンドですね。お、そう、これ出てくる人がなんかあるんですよ、源さんと一緒、本当にまあ、マリンちゃんが続いたりとか、だから次はこうじゅんぐりじゅんぐりにやっぱりこう巡っていくんですよ。次、お、長いぞ、おー、枠外か。気持ちいいね今の、いいね枠外。やっぱ通常時結構見づらいじゃないですか、枠外プレミアって。こういうところでもねちゃんと出してくれる。あー、しかもマックスですからプレミア系だからなのかな、まあ、そんな関係ないのかな。ウリンちゃんか、戻る、戻らない。あわ、うん、何にもなかったらやっぱきついですね、ラスト。あ、いや、いいね、危ね、怖え。いや、案外早くね、ラストって言われちゃうんで。わあ、しかもマックスだ、10ラウンドだ、めちゃめちゃ上手。今が4連目ですね。4連目でもう3000発いくのか、これで。いやいいですよ、調子が。すいませんね、マックスいただいちゃって。マリンちゃん戻ってきましたね。わあ、いいね、このね、これ結構期待高いんかな、もう一発揃えばみたいなやつって。3ラウンド。わあ、いいね、気持ちいい。こういうのがいっぱい見たいよね、魚群流れて直でもう直止まりというかビタッと止まるっていうね。
なんか海の要素を残しつつ、なんか海っぽくない当たりではあるじゃないですか、一応その早く当たるみたいなね、こうポン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 当たっていくっていうのはすごい海っぽくないけど、でもね、こう良さを残しつつこれをやれてるっていうのが本当すごいと思うんですよね。面白いと思う。よし、いいね、魚群だいぶよ。この時の魚群って絶対当たるのかな。でもちょっとなんか絶対当たってるし、いやもう7連よ、いいよいいよ。で本当今までの最高レンジャー8連なんで、ちょ次超えてくれたら、まあ、結構頑張れそうな気がする。今回のレンちゃん、マリンちゃんね、うん、いや頑張れ、ここでここでここで決めよう、魚群。あーまだやばいかもしれない、これまずいですよ。こうなってきたらもう最後ですから、ラストチャンス。いやちょっとマジで頼むって、ここ超えたいって言った直後にこれなんで、言わなきゃよかったかもしれん。あ、もう準備完了してましたね。よし、このまんま以前のね、おきうみ5桜の演出ですからね、これいきます。いやもうここでいけたことマジないわ。いやまあ一応ねこれで終わりということなんで、7連しました。でマックスが2回取れて4000発ほどですかね、お持ち帰りと。ここまだ回ってるから、こう最後復活まで分かんないとかない？あー残念って感じなんですね。はい、終わりですね。早かったね本当に。まあでも、うん、やっぱあの一発でこのなんだろう、 SD 入らなかったよ残念でしたじゃないんで、やっぱこの台ってすごいいいですよね。ちょもう一回当たり取りますか。もう一回ちょっと、もうちょっと打ちます。いやちょっと待って、様子見に行くか、早いか、まあ、当たってねえか。みんな打ちます。おー見てさ、いいですね次の本輸。でも今のフラッシュは金が良かった。贅沢を言えば金が良かったけど、お赤穂竜には一応やりましたね。ピンクを超えれたのは大きいと思います。お、切った。3割ぐらいだった気がする。そうですね、プレミアム欲しい。今プレミアムモードにカスタマイズしてるんで、プレミアム S 待ってます。おー見えた、よし、ありがたい。あ、早いんじゃないでしょうか、当たり多分。もう一個ぐらいレイボーをどこかで出てきてほしいな、せっかくなんで。このボタンがレイボーにしたい。頑張ろう。スタートダッシュは切れてると思うので、この後のダッシュチャレンジを頑張って突破します。あれ、ベルさんか。全然ボタン育たなかった。レベル4、
24回転投資5000円でなりました。ありがとうございます。私事なんですけれども、こちら今私がつけてるこのお昼おかずマスクあるんですけど、こちらグッズとして販売しておりますので、よろしければお昼おかずグッズで調べると出てきますので、ぜひね見てください。色違いで、あと黒と、あと T シャツはね今日着てないんですけれども、赤色と、あと同じこのようなパープルな色と、あとはトートバッグも合わせてありますので、ぜひよろしくお願いします。いやー、どう麻雀、麻雀物語4、まだね1回しか打ってなくて、さほど演出詳しくはないんですけど、ちょっと勉強のために打たせていただいてもいいですか。これはすいません、本当に。ちょっと麻雀物語4いきます。やってる、やってないよ。バレてしまったか。え、移動すんの？移動する。あら、エヴァ打ってたよね。エヴァ打ってたけど、うん、今日はちょっとこうなれないわ。今日こうなれないわ。エヴァの ST のことこれで表現するな。なれない。ちょっと微妙だったか。私予想してたよ、大水が2桁連しないってこと。なんでそういうこと言うのよ。でも9連だと思ってたの。9連だなって言ってたの、カメラマンさんに。見てきたよって言ったら7連でした。それより低いからね。強いよね。 やれなかったからちょっと移動しようと思ってね。私はちょっと守りに入るわ。あ、マジで。いきなり守りに入るわ。本当に守りに入ってんじゃん。守りに入ります。原産ライトで。どれにしようかな。これにしようかな。はい、順番間違えました。原産ライトからでも良かった気がする。でも違うんですよ。エヴァって人気なんで、やっぱね最初打たないと埋まっちゃうん で今移動しようと思ったらもう満台になってましたんで、はい、ただ私のさっき言ってたエヴァはまあ 400-500 いくんじゃないかなっていう流れの雰囲気を感じ取ったんで移動しました。原産ライトで頑張ります。できればね低投資でちょうどいいぐらいの球が出てくれたらな。低投資でちょうどいいぐらい、1万発ぐらいかな。いやいやいや、5000球ぐらい出てくれたらいいかな。とりあえずそれを元手にミドルにまた戻ろうかなと。わらしべ作戦頑張ります。さあ移動してきました。ちょっとねスペック下げました。下げてでも継続率はなおかつ上げるっていうね、こちらの台ですね、麻雀物語4となります。まあ比較的新しい台ではある台かなと思いますんで、まあ、私もまだ1回しか打ってないっていうのもあってすごく不安は不安なんですけど、とりあえずは打ってみたいと思います。ただ説明できるところは説明していきたいと思います。で一応このスペックの説明をさせていただきたいと思います。219分の1、まあ、ライトミドルですね。ライトミドルのタイプなんですけど、この魔女物語4当てたら、まあ、大体は、70回転の時短に行くんですよね。
でその時短で当ててもらうと、まあ、99分の1で当たるんですけど時短はで70回転で99分の1を当ててもらうと、あれに入ると、右打ちのあれに入る何だったっけ名前激闘麻雀バトルじゃないゴールデン100万タイムゴールデン100万タイムというところに入ってでその継続率が、まあ、引き戻しも含めてなんですけど 91% の継続率があるなので、まあ、かなりの高継続なんですよね。で1回入ってしまえば、まあ、かなりこう爆発力もあるし、まあ、なおかつ、ね、そのライトミドルっていう、ね、手が出しやすいスペックではあるので、まあ、今ちょうどいいのかなと思います。私は持ち玉3000発だったんで、まあ、ライトミドルあたりで勝負できたらいいなと思ってたところにこの台があったんで、まあ、本当にこの台で1回当てて、まあ、5000発ほどですかねもらえたら一番いいかなと思ってます。でこの台のいいところなんですけどそのゴールデン100万タイムこれが落ちるとするじゃないですか、まあ、1分の1絶対当たるんですよ。そのゴールデン100万タイム入ったら1回転で、まあ、即決型というかで転落するかまあ、そのまま継続するかみたいなのが決定するっていうシステムなんですけどもし落ちた場合でも50回転時短がもらえるんですよね。いやそれがすごくよくって落ちるかどうかみたいなの80何パーとかだったっけねこっち、そうですね 88.5% で一応続くでそれが落ちても一応50回転の時短はもらえる引き戻してねっていう話なんか続くときはねすごい続くと思うんですよその50回転さえうまくはまってしまえば、まあ、でも50回転で219分の1をいかに取るかというお話なんでまあまあ厳しいのかな。おー来たちょっと待って優勝ジュース出して赤久しぶりに見たこれ赤いの出てるやつです。緑の自販機なので期待していいかなこれかぶってきてくれたら頼むぞー押すうわ来た美坂美琴ゾーン金ですね。はい、あ、美坂美琴最強美坂ゾーン動揺しちゃった。あーでもピンクなんだ保留で走ってますね。どうだろうネクスト、はい、お願いだこれだけじゃ弱いのでなんかちょっとあと 1,2 個頑張ってきてほしいところです。ボリュームも弱い。あ、黒子
頑張ってくれてたらレベル上がってたのにな。残念でした。悔しい。でもちょっとテンション上がりました。こういうのを頻発してほしい。当たんなくても。私のモチベーションが上がるから。メンタルとね。よし、ちょっと元気出たから気合入れて頑張ろう。やっぱちょっとね、並びの見えるところでそのライバルに当てられるっていうのは結構メンタルくるんですよ。だからね、ちょっとぐだぐだしてましたけど、あ、カズちゃんも台を見ている。みんなうろうろしてるってことはそんなに平気ではないのかな。でも1台しかなくて埋まってるもんな。あ、カンナちゃんステージじゃないですか。おはようございます、カンナちゃん。今日もよろしくお願いいたします。1日4ですか。そこは法則がない図柄ですね。でもカンナちゃんステージなんでちょっと期待させてもらいます。継続とかはないのね。そのまま行っちゃう。青が重い。青が重い。ああ重い。ああこれは発展しないな。発展するな。逆のこと言えば逆のことやってくれるから、そういう感じ。後半に行ったけど、ミカ来ないじゃん。たまたま後半に発展、カンナステージって後半発展しちゃっただけですみたいな雰囲気がやばい。カットインとかないの？カットインとかないね。そんなんじゃ当たらんよ。あー残念。あまり中身がなかったな。これだけど。いけ。赤赤赤以上、赤以上、赤以上、白い。色ついてる炎が良かったな。できれば金カットインが見たかった。継続したいけど後期かな、これは。ですよね。そうなので、後半とかじゃないか。極限演武ワンチャンの極限部あんの、あるのね、あないの、あるのないの、どっちなの。ないね。じゃあその後ドックンお願いね、お願い。きたー、決めます。これで決める。お願い。はい。そう簡単に当たらんから。そう簡単に当たらないから。当たると思ってなかったもん。全然。当てたかったー。ごめん、隣来ちゃってごめんね。あ、大丈夫です。私が先に当てて圧をかけるチャンスですね。もうね、だいぶ最初の時点で圧かかったから大丈夫。あ、当たってると思って。でも突破できなかったんで、もう一回当てます。頑張りましょう。60はまくったらいいな。カンナちゃん、わー、カンナちゃん今日も可愛いですね。カンナちゃんよろしくお願いします。カンナちゃんステージ8ですか。後半には行きます。
。あ、金カットいいね。ようこそ神田様、私にそんなチャンスを与えに来ていただいたのですね。アリサさん、おはようございます。今日もミニスカートがお似合いで、よいしょよいしょ。後期かなと極限イブ、やっと大チャンスが巡ってきましたよ。112回転目の変動か、これは。お願い、無事に帰ってきて。もうまたラギ、もう何もいらない。間違えた。気持ちを一緒にしたんで大丈夫です。しっかりとカンナちゃんと今シンクロしたので大丈夫。まあ勝ちだったんで後半行くことは決まってたんですけど、極限演武がいただけるなんて、よろしくお願いいたします。もちろんミカ、あれ来ない。バトルランプはもう赤まで行ったぞ。仲間来ないけど大丈夫ですか。全然当たってもいいよ。 OKOKOK、 カットに入った。112回転、ありがとうございます。総投資が1万7500円、結構使ってます。大水がこっち見てた今。見えるとこにいるんですよ。はい、この台は、6000円かな。1500円とこちら6000円。よし、とりあえず本日最初の初当たりはゲットできました。無事に、よろしくお願いします。ランプが青、まあ、白よりはマシですよね。よし、大水見てろよ。一発で出るからな。全然気にもしてない。こっち見てもいないんだけど、対角線上にいるんですけど。まあサクッと入れてビビらせてやりましょう。よろしくお願いします。500回、ボタンチャンスアップ。ない、なくてもやれるときやれる。ふい、267、まあ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 、もうボックインってクインってクインってデフォだ。よいしょ。うわ、なんかそんな気しかしないもん、マジで。だいたい最初のね、最初って1体残るんですよ、いつも。くそー、悔しいんでもう一回当てます。はい。全然やりますよ。あー、入んなかったか。50% だもんね。じゃあ次は絶対入れよう。そろそろね、青保留以外が見たいですね。緑保留も来てないんで。あ、真っ白ステージだ。真っ白ステージって、あれちょっと待って、真っ白ステージって熱かったよね。あ、楽曲のやつに行った。真っ白そんな熱くなかったっけ。じゃあさっき確認したのに、もうこれ全部で6曲まであります。で、6曲まで行っちゃえばかなり熱い。うん、今3?4?3 か。これで4が、次が緑になるよね。うん、この歌いいよね。次が5、行ってほしい。あ、行かない。ちょっと、あー、でも一応さやかの幕が下ろした。で、これでさやかに行かなかったら当たるんですよ。大当たり濃厚なんですけど、まあ、あの順当にさやかでしたね。でもまあ一応通常じゃなくて赤で来てくれたんで、まあそりゃバトル行ってくれますよね。だったら真っ白のステージからやっぱりちょっと
暑かったかもしれないですね。しばらくお待ちください。これ初めて見ましたね。なんだこの画面、なんだ、めちゃめちゃ暑いよこれ。トータルで、あ、しかも金だ、もう当たるわこれ。トータルで 90% 超えの確か演出だったと思います。これストーリーなんで、パイコのやつですね。だ通常時にやっぱりパイコの演出が来ればかなり熱いっていう感じですこんな感じだったの、かわいい、結構かわいいと思うけどね。ちょっとでも触覚長すぎなのはあるけど、あ、でこうなったんだ。いやいや、めちゃめちゃ変わるね、パイコ。うん、かわいいね、パイコ。で、これですね、いきます。はい、ありがとうございます。さすがにね、ここは当たるかなっていうところでした。112回転目ですね、もちろん持ち玉で当たりました。メロメロじゃん。で、六図柄での当たりですね。はい、いやいや、めちゃめちゃ見てるじゃん、ラギオ。いや、まあ、めっちゃ見てくる、怖い怖い。ちょっと後ろでね、今、あ、いや、来るな、私も112回転で当たった。運命感じるね、すごい。ちょっとラギオ氏も112回転で当たったことに運命を感じてるっぽいですね。あの、敵なのを忘れてますよ、彼女は今。純粋にパチンコを楽しんでますね。パチンコ仲間だって思ってる。まあまあ仲間なんですけど、そうですね、絶対、まあ、0.5% しか取れないんで、やっぱり直行ゴールデン100万タイム直行は。なので、まあ、99.5% の70回転の、まあ、ジャンバトル、ここで99分の10引くことができればレグロップ。いや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 、点滅保留あるなと思ってたんですけど、当たってました。それで、あの、私が当たった回転あるじゃないですか、あの2回転後に点滅保留が入ってたんですよ。で、多分その点滅保留ですね、2回転で当たってるんで、点滅保留で1回当たってレギュラーボーナスという形で出てきましたね。もったいねー。まあまあまあ、で、これでまたあのこうなっちゃうんで、正直、まあ引き、まあ引き損って言ったらあれですけど、まあ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 、いっか、300玉もらえたと思えばね。紫、あ、変わってくる、緑、これ発展してほしいな。で、ここの時点で赤とかで出てきてほしいんですけど、あ、でも一応赤系の演出はありますね。当てたい、とりあえずはテンパイ戦ってくれます。こっちがいい、チュラチュラチュラ、こいチュラこい、みこし強いんだよ。おっ、来た、マジであるよ、ある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 っていうか、もうほぼほぼよ。まあ確かにコメント予告はチュラちゃんだったんでね、そういうのもあるのかな。なんかあの北斗の剣と一緒な感じでね、なんかやり取りしたやつが来るみたいな。さやかさやかさやか、よし、いただきましたね。強攻撃か、あ、これはもう弱攻撃か。まあでもそもそもがね、もうチュラちゃんとの戦いでしょ。 ありがとうございます、いただきました、当たりです。12回転ですね。いやー、いいですよ、押し込みます、あざす。いやー、楽しい。これ普通に超えれましたね、速攻で当たってくれたんで、だいぶ楽です。持ち玉もそんなに減らしてない状態で、レンちゃんのモードには入ってくれてるので、かわいいね。はい、立木さんのこのボイスよ、いきます。で、これで1回で決まるんで、まあ、5図からだから大丈夫だと思いますね。で、これで消化中に、
何ラウンドかみたいなやつが、まあ、だんだん増えていったりするんで。図柄大事な気がする。あ、やばい、怖い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 。おーし、よかった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 。あれが3210までいっちゃったらレギュラーボーナスってなって落ちました、転落しましたよということなので、もう本当にサクッと当たってほしいんですよね。カウントダウンもしてほしくないぐらい。怖い、当たってくれ当たってくれ当たってくれ。だー、これがでもまだ分かんないんですよ実は。ここで止まってレギュラーボーナスって見せかけて実は大丈夫でしたってパターンもあるんで、はい、あ、ちょっとレギュラーボーナスかもな普通に。もう落ちたかもしれない。なんかね本当に私これ続かないんですよ全然。まあ引き戻せばいいだけの話なので、転落って書いとこうね。いや終わったな、本当にダメでしたね。まあ、じゃあ2100玉ということで、今からは50回転パイコと戦うやつね。ここで戻さないともう本当に終わり。おお、マジですか、マジですか、赤だ、赤保留。通常時から赤保留ってのもう50杯以上あったもんね、かなり熱いと思うんで。パイコでしょ、戦うのはパイコですからね、だってこのモード。いや、さすがにもらったでしょ、マジですか。うん、いや、こうやって出されたらさ、やっぱなんか熱くない時にパイコに発展してもなんか、おパイコだからいけるんじゃって思っちゃいません、私だけこれ。まあでも今回はね赤保留があるので、まあ、かなり熱いとは思います。もう最下攻撃してもいいよ、もういっちゃってもいい、弱攻撃で頼む。あ、弱攻じゃない、おいいいいいい、全然もらったな。弱攻撃じゃさやかは倒せんよ。はい、ありがとうございます。やはりね、もうこれ強攻撃じゃなかったらだいぶチャンスだと思ってるんで、ね、これでもう大勝利なので21回転目に引き戻しましたね。いや、ありがたいっすねこれは。落ちたと思ってました。かわいい、パイコかわいい、この一枚絵がいいのよ。いいね。はいはい。いや、引き戻しマジ大事やね。50回転ってマジでバカにできないですもんね。頼むよ今度は。ちょっとマジで頼むよ。オッケー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 。怖すぎる。3ラウンド重ねていきましょう。うーん、よかったよかった。なんかこの流れを全く止めないように、あんまりこう止めたりしないようにしよう。あー、いいね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 。お、いいよ。まだ見ずにね。いや、本当に最近の台って速いから、なんか打ってて気持ちいいし、あとこれがライトミドルかって思う、なんか錯覚しちゃう、これミドル打ってんじゃないかって思える。おー、いいね。
てみんなの出玉を手に入れて引っ越し代返していただきましょう。さあ帰ってこい引っ越し代、引っ越し代。いやこういう話するからやらなきゃよかったこんな話。あ、よかった。もうでもびっくりした。やっぱもう自分で悔い改めたからかな、復活したのは。本当にお、いいね。七揃いは問答無用ですから、問答無用マックスラウンド、いいですね、綺麗。いやいや6000パターン出てるか。はい、ありがとうございます。シュッ、ちょっと私の引っ越し代のために頑張ってよ。いや、やめてよ、取らないでよ。でもちょっと本当に邪魔しかしない。当たったよ、ラギオ、意味ないよそれ。怖かったけど一瞬。あーでもラウンド数は下がったわ。お、いいねいいね、20連いきたいですね。いいね、めちゃめちゃ続くね、やっぱすごいわ。よし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 、久しぶりにこんだけ連チャンしてるわ。いや当てたい、ここまで頼む頼む。あー怖い怖い怖い、これおお、ロブレ怖え、よかった。これで20連目かな。エンディングボーナス、あ、20連して10ラウンド引いたからとかなのかな。いや、ええやんかこれで。いやいや、最悪か、ええやんかほんまに。いや、ええやんだ、これでいいんだね。パプッシュで選択ね。ちょっとじゃあ、あ、次まどかさんになりましたね。私がちょっとあやか選ぼうかなって一瞬思ったんですけど、ちょっとやめてくれよ。おお、やめてくれよ。おお、いいね、そういうね、そういうやり方してくるわけよ。なんか姉妹によってあれなのかな、こう演出がちょっとだけ変わってくるとかもあるのかな。おー、オッケーオッケー。いや調子めちゃめちゃいいぞ。V ですわ。早いな本当に。いいね。
ケーオッケーオッケーオッケー、もう30連マジで近づいてきた。オッケー、あと2回、あと2回よ、30連まで。お、いただきねって言いましたね。まあできればね、あの当てたいですけど、もちろん図柄揃いで頼むよ、頼むよ、振りじゃないんだよ、さっきのは。復活しないですか、復活しないですか。いやマジっすか、レギュラーボーナスか。30連は30連ですね。記念すべき30連で落ちましたけど、まあ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 全然いいでしょう。こう結構続いた方なんで転落と。さあ30回当たりまして 15,450 個と、かなり頑張りました。でここからまた引き戻しの可能性がある50回転ですから、さあ行きましょう、引き戻していこう。お、一応先読んでますね。ついてこいからの、あ通常時からでもそんなに強くはない演出ではありますけど、赤系の演出はね悪くない。これはまあテンパイでしょ。え、間違って勝てたりしないかな。ハイコしかいない。いや頑張って、まどかさん。きっといやマジ窓か窓かって言ったら窓か、上上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 、いやーまあそうだよね。いや弱攻撃で、弱攻撃で頼む。お、あーやばいやつね、やばいやつ、厳しいかな。あーやられちゃいました。復活とかもあったりするんだよね。なんかパトランラー復活とかで出てくるのかな、今回。まだ復活見たことないから分かんないんですけど。いやちょっと待って、もう残り5回転じゃん。お、これが発展のやつだ。ちょっと強めの演出ではあるんですけど、ここで当たったらマジで感動するけど。私49回転目ですよ。ちょっとどうだろうな。まどかさん、うん、はい、対局開始からか。いやマジでこっちこっち、ドン、ダン、弱いやつ弱いやつ、あーこれまずいやつ、これ。お、弱いやつだ。ちょっと待って、 いやワンチャンある、あるある、全然全然勝てるんじゃない、いけるよ弱いやつ。お、マジで勝ったわ。49回転目引き戻し成功でございます。え、結構引き戻せるね、そう考えたら。いやすごっ、もうさすがに終わったと思いましたから私。いや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 、こんなマジですか、いいんですか、まだ増やせます。1万5000発持ってますけど、こうなってきたら2万発いきたいですね、持ち玉。面白い、この台。はい、ありがとうございます。なんかちょっとびっくりしてますが、頼むよ頼むよ頼むよ
待ってくれよ。いや実は、いや嘘でしょ、そんなことある。 11.5% よ。普通 88.5% の方引くでしょ。はい、速攻で落ちまして31連と1回伸ばしただけですね。まあ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 、なんか50回転でも引き戻せるっていうのが分かってるので、もう1回引き戻すだけですね。いやきついな。いやまあそうなん、普通はそうなんだよな。はい、これで終わりですね。さあ31連最後ね、ちょっと30連の時に1回引き戻したんですけど、そこからは速落ちと15750個でございました。いやいや、まあ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 、すごく頑張ったと思います。持ち玉も15468個あるので、うん、大勝利じゃないですか、この台では。